今回座ったまま全部できます。足を伸ばして背筋をまっすぐします。この状態でキープ。背中が丸くならないようにまっすぐキープです。これだけでも結構きつくないですか？体ってやはり前にかがむことが多くなるので、後ろにね力を入れるってことが減ってきます。この状態って体を後ろにしたいんですけど、まっすぐ保ってるんで結構背中の筋肉がね使われてます。 OK。 次はこのまま足を曲げて体はまっすぐ。スマホ見ながらできます。できるだけ体が後ろに倒れないようにまっすぐしてください。これ結構辛くないですか？しっかり姿勢が正す筋肉が身につきます。後半腹筋結構使いますんで、しっかり頑張っていきましょう。結構辛いなこれ。 OK。 スマホ持たずにできる方はね、下置いてみながらでもいいです。反対足いきましょう。続き、わあ背中に結構くる。この足の位置によっては結構難しくなっちゃうので、体がまっすぐにできる足の位置で合わせてください。背筋がまっすぐになるとね、お尻も足も変わりやすくなります。今度は手を前に伸ばして少しだけ体を倒します。これは背中を丸めます。このまま体がね後ろに倒れそうな人は手をしっかり遠くに伸ばして倒れない位置でキープ。あんまり体が前に行くよりは少し倒してください。お腹をどんどん引っ込めます。腕がだるかったらね、下ろしてもいいです。OK。 今の感じでちょっとだけ体を上下に動かしてみましょう。腹筋が弱い人も起き上がれなくてもこの位置って結構できるんで、この位置でね倒れないようにちょっとずつ動く。腹部の奥にしっかりこれ効いてますんで、体幹すごい鍛えられてます。結構効きますよね。 OK。 今ので今度は手を上げ伸ばし、手が前なら結構楽だけど引くと一気に倒れそうですよね。これをキープ。めちゃくちゃ短時間で体幹が鍛えられています。手を動かすだけでねしっかり腹筋効いてますんで、オッケー。一回ね、腹部を一回弱めましょう。こういう感じで、お尻歩き。体を振りながらね、お尻でこうやって進むような感じで足を動かしてください。腰が硬いとやっぱりね、体幹鍛えるの難しくなるんで、引っ張られる。腰すごい引っ張られる。 OK。 じゃあ今度はこのまま足をちょっとだけ上げて手を前伸ばしてキープ。倒れそうな場合はねちょっと体を起こしてちょうどいい位置でキープ。これ前ももをね
足が細くなる筋肉使ってますから、ちょっとも疲れると思いますが頑張ってください。動くメニューよりね、しっかり効きますんで。おっしゃ、今度は頑張りましょうね。足上げたら手を動かす。バランスがすごいいきますよ。うわ、めちゃくちゃ効きますね、体幹に。みんなも頑張って。オッケー、むちゃくちゃくるなこれ。で、今度はこのままで足を動かす。手を前に伸ばしたまま、もし腕が長かったら下ろしてもいいです。ゆっくり足を動かしましょう。上半身バランス取りながら、辛い人はね、体結構起こしてもいいです。自分の位置で調整して、倒れた方がよく効きます。来るね来るね。よっしゃ、じゃあ今度は高速手を動かします。足ついたまま、こういう感じ。これでね、1秒で2回腹筋してますから、30秒で60回。頑張って。うわ、きく。うわ、効いてる効いてる。うわ、もう次やりたくないって思うよねこれ、みんな。だけどね、もう一回やるよ。これマジでね、体幹めちゃくちゃ効いて、腹部もすごい引き締まりますからね。頑張って、あと少しで終わり。やってみたよって方はグッドボタンとコメントと教えてください。